子供食堂にては2018年に公開された日本映画である。都内の寺で火曜日の夜に開かれる子供食堂。夜間の大学で児童福祉を学ぶ千秋は、里子が運営する子供食堂を手伝うことになる。腕にあざのある小学生や障害を持つ息子に苛立つシングルマザーなど様々な境遇の人に出会い、自分に何ができるか苦悩する。ある日、 佐藤屋と暮らす男子高校生の孝太が自身のブログに実母のものと思われる書き込みを見つけ、千秋に相談を持ちかける。企業映像の演出などを行っていた佐野翔音は2016年に児童虐待をテーマにした映画、私、生きてていいのかなで監督デビュー。同作の上映会で子供食堂の主催者と出会い、その活動に惹かれ映画の制作を決定した。 制作費には、クラウドファンディングのほか、麒麟福祉財団からの助成も受けた。俳優仲間に協力を求めたところ、女優の北原沢子、平田優子らが出演を開拓。川上舞子、柴田理恵が特別出演、五代道子は友情出演している。本作の重要なテーマの一つとして、佐藤屋制度があり、全国佐藤屋会が講演している。撮影は、 東上野の常住院や鳥越のおかず横丁をはじめ、東京都台東区を中心に行われた。2018年9月29日より、アップリンク渋谷と横浜シネマリン、10月6日より、大阪、13のシアターセブンで上映されている。オフィス夢 Q? ありがとうございます。